プリティ吉です。おはようございます。ありがとうございます。今日も一日元気に、やってまいりましょう。では、行ってまいります。バイバイ。ということで、時間制限を設けまして、ただいま時刻は、18時45分。ということで、1000円だけやって、もしくは、19時、45分ですね、までやって、果たして、80から85% いくかどうか、ちょっと見てきていきたいと思います。では後ほど。この辺りの沖縄をやってみたいと思います。はい、ぜひやってみて、結論から言うと、やっぱり時間の無駄だなということを感じました。結局勝ちも負けもしなかったんですが、まあ、それはいいとして、やっぱり時間の無駄だなということは思ったんです。ちょっとうるさいんで外に行きます。ということで今から帰ります。ではまた。よいしょ。ただいま帰りました。ということで、今から編集等を、やって、お休みしたいと思いますが、やはりですね、パチンコの回収率を、まあ実際、まあ今まで従業員立場からしか、見てなかったんで、ちょっと今一度体感して、どんなもんなのかということを、まあ検証してみようと。いうことで、やはり 80% から 50%、まあ、とりあえずね、まあ、1時間、ちょっとオーバーしちゃったかな。まあ、大体それぐらいでした。はい。1000円使って1600円、600円の、儲けだから、1割、1点ちょいぐらいかな。80% 以上の回収率はとりあえずあったということでよかったです。まあ、あんまりこういうギャンブルにドハマりするといけないんで、まあ、時間の無駄なだなっていうふうに感じたんで、ちょっと次回は、まあ、様子だけ見る、ことにします。では、もしよかったら、チャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いします。では、バイバイ。バイバーイ。